妙な話になりおったのう、おげんば。ほんにのう、孫同士の恋にほだされて和睦せんとしておった矢先に、今頃どこぞで二人会うておるやもしれぬの。不憫じゃ、所詮星が違うたわい。星が違うたか。定めよのう。恐ろしき天意よ。ところでお現場、お主甲賀万事谷十二州をよくは知るまい。お前様こそ伊賀の唾隠れ十二州をよくは知るまいが。十人は九人であろうが、油断したの。あの夜叉丸とかいう小僧もまだまだじゃな。忍びと生まれた定めじゃ、おげん。よう見れば天与甚五郎殿ではないか。もしやその姿で玄之介様を撃とうとしたのではあるまいな。水をくれ。さあ申せ甘え、甲賀と伊賀の和睦ならんとする今、玄之介様を狙うは何故じゃ。水を。はよ申さぬか。申せばほれ、いくらでも水をくれてやるぞ。服部家殿、不戦の約定が解かれたのぞ。何、服部家との約定が。それで。すなわち伊賀と甲賀の。伊賀と甲賀の。甲賀と伊賀の何じゃ。忍法争いじゃ。抜けたわ。わしは静まるぞ。十二州が一人、宇都の城助討ち取ったり。ございませぬか。いかにも、相手は風町将軍。申し訳ございませぬ。この俺ともあろう者が甲賀壇上にたばかられ人別帳を奪われたばかりに。別帳、
天然様、ホタルビは、いえ、つば隠れの者たちは。安心せい、皆無事じゃ。それより夜叉丸、人別町とは何じゃ。お喜びくだされ、天然様。この度、駿府の大御所、家康様の命により、服部様の御前にて、伊賀と甲賀の不戦の約定、解かれ申した。何？違う、しくじった。そこか！甲賀者か！十二衆の一人と見た。手土産があれば少しは俺の顔も立つ。我が国上の地獄に落ちろ。すまんな、行部。助かった。殺さず司祭を吐かせようかとも思うたが、やむを得なんだわ。こやつ、大変なことを口走りおったな。まさに兵馬の読み通りか。うん。しかし…はばかりに行くことは許さん。行きたくば、甲賀者の使う術をすべて明かせ。私が明かすと思いか。申したはずじゃ。明かさぬ時は。それよりじい様。なんじゃ。さっきから気になっておったのじゃが、じい様のその脳天には何が詰まっておるのじゃ。それを教えてくれたら考えてもよいわ。知れたこと。この中にはな、甲賀への怨念がたんと詰まっておるのだわ。昨日のことのように覚えておる。貴様ら甲賀は織田の奇襲に便乗し、我ら伊賀をなぶり殺しの目に合わせおった。そんなの嘘じゃ。姑息な男児をめがことを隠蔽しおって。その話なら知っている。じゃが
たとえいがみ合うていても、甲賀がそんな真似をするはずは、きっと何かの間違いじゃ。身内とはそういうものよ。もっとも、我らとて立場が違うておれば、甲賀と同じことをしておったろうがの。それでよう甲賀を悪と責められたものじゃ。いやさて、お前が答える番じゃ。お恋とやらの術はもはや尋ねるまでもなかろう。まずは耳をそごうか。さらに右腕、左腕、そしてちぶさを立ち割るか。ん？といった無残な目には会いたくはあるまい。さあ、素直に申すがよい。手が離れぬ。こやつ。聞いておけばよかったの。メイドの土産にするがいい。やはり伊賀がおかしい。是が非でも源之助様の安否を確かめ、生きて必ず甲賀へ帰らねば。いつかこの夢は覚めてしまうだろう。